次、でんでん太鼓の謎をね、解きにここ、低風章ですね。村うろちょろしてみたいと思います。ここが、めちゃめちゃ村っぽい作りしてるんで、こん中の、どっかに多分、井戸が、あ、なになに、びっくりした、子供の席や。小猴子、我在这里。うわぁ、息子摇一摇。そう、でんでん太鼓やんね。使うか。どこで使うの？あ、ここね。はいはい。このでんでん太鼓、君のやんな。絶対使うと思ってん。出ておいで。成仏してないんか？おいちゃんが成仏させたろぜ。你见过爹爹了？爹爹哪里去了？お父ちゃんごめん、殺しちゃった僕が。はい。大家围堵。ああ、そうやねんな。村人にボコボコにされたって書いてたもん。爹爹把村子里的人。うん、そうやねん。井戸にな、虎がおって、それにみんなを食わしてたんよ。それは間違いなくって。いや、ガチガチガチ。嘘じゃないよね。それは本当な。お父ちゃん、騙されてたんよな。でも分かるぜ。息子のためやもんなっていう、その気持ちは分かる。痛い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 。でもそんな人をな、犠牲にしてまでさ、したらあかんことやったとは思うよな。んで、これが多分村人の慣れの果てなんやろな。なんかおるわ。これか？お前か？坊主。坊主か？絶対違うな。坊主と会えるっていうあれではない。でんでん太鼓鳴らしたけど。鳴らしただけで特に何かが変わるわけでもないんやけど、あの村人らもずっとおったしな、あそこに。え、井戸や、井戸探さな、忘れてた。坊主の声がしてすっかり忘れてた。井戸どこにあるんや、坊主。井戸をおっちゃんに教えてくれ。ここ開かへんのよな。井戸探しますわ。いやー、ちょっとね、井戸探してみたんすけど、マジでどこに井戸があるのか分からへんくって、お父さんのお話、もう一回読み直してみたんやけど、村の外れにある枯れた井戸って書いてるんよ。だから私一生懸命このね、村っぽいところをばっかり巡ってたんやけど、ここじゃないのかもしれへん。せやから、ちょっと一番最初降り立ったところから、もう一回巡ってみますわ。あ、井戸あった。これじゃない？井戸っぽいけどな。でも特に何も言ってけえへんな。絶対これ井戸やと思う。あ、だからここ近づいた時なんか虎のうなり声したんか。なんかうろうろしてる時にここら来たらうーって聞こえるなって思ってたんよ。入れる？いや、入られへんな。ほら、まだどっかでなんかあるんやろね。とりあえず、ここに来ればいいことは分かった。じゃあ、ちょっと村っぽいところ全部うろうろしてみるわ。あの坊主話しかけてくるかもしれへんからな。めんどくせえ。あー、びっくりした。ここもか。なるほど。はい。使いましょうか。やいや。いや、こいつの話を全部終わってから、あの井戸に行かなあかんのやろな。めんどくせえ。とりあえず村っぽいところを巡るしかないわ。もう分かれへんもん。ヒントないから。こいつ、マジで。ガキがよ。大丈夫か、風。爹爹说、風沙散了。甲風っていうのがこの、あ、ビュンビュン吹いてる風な。あ、ここの人ではないけど、ハグやめてもらって。楽しくないよ、ゾンビだらけやしさ。石に隠れてる。お、痛い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 。おじいちゃん。あー、プンバな。はいはい。いや、知ってるんやね、トラ。いや、知ってるよ。あー、こいつかー、忘れてたー、存在マジでうぜー。もう、あの、関コンコンの子供がね、トラの話してきたんで、ちょっとフラグ立ったかなと思って来たんですけど、そうですよね、立ちましたよね。ここっすよね。先にこっち見つけてしもたんが、ややこしかったな。めっちゃ時間かかったんやけど、村の外れって、全然、低風章関係なかったやん。いや、必死こいたって、1時間ぐらいうろうろしたよ。レベル4つぐらい上がってしもたで、私、おかげさまで。いやー、知ってる。うわ、めっちゃ普通の子供や。いやー、どうなんやろうな。人たらふく歌からなんとかなってるんちゃいます？もうこれは幽霊なんよね。なるほど。これでやっと入れるようになるんか。ここな、通るたびに虎の声すんなって思ってたんすよ、僕。こん中におったんか。はい、着きました。で、これね、傷がある虎って言ってたんで、
お線坊の弟なんじゃないって思うの私。雑種って誰のことやろ。あ、お兄ちゃんのことや。ほら、やっぱ弟や。なんかお兄ちゃんの方がかっこよかったな。めっちゃハゲてない。もうあかんな、こいつはもう落ちるとこまで落ちてしもうたんやな。これは倒さなあかんわ。おっちゃんが倒したるから。あ、いって無理かも。やめてください、やめてください。死んじゃいます、僕死んじゃいます。危ない危ない、ちょっと待ってよ。用事にはエグいって。始めてくれるんすか。ありがとうございます。またこうやらあかんのかなと思ってましたけど、いやーちょっとやってくれたな。じゃあ次は私のターンということで、ちょっと遠かったな。でここでこう、はい、さっきやっとくでからのコーチ、コーチ最初にコーチやるのがミソやと私は思う。おお、大車輪出た、かっけー、めっちゃかっこいいな。危なそう。あー危ないね、危ないね、危ないね、見えないね、わかんないね、痛いね。コーチ大丈夫、死なないで、コーチ。もうコーチしか頼れるものがないよ、私。大車輪で、もう一回大車輪。あ、ダメだ、怖い怖い。こいつ、お兄ちゃんよりこいつの方が嫌いかも、私。なんか動きがなんかわかりづらい。あ、でもだいぶ痛い痛い。炎、あ、痛い痛い、やばいやばいやばい。うわお、のむら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 。飲ましてくれよ、もう一杯飲んどこう。もう言うてる間に終わると思うから。よいしょやろ。はい、でもちょっと似てんのよな、あー、この遅い感じとかが。あー、やばいやばいやばい、ちょっと待って待って待って、私が酒飲むターンです。今これするか。で、やってる間にドンよ。はい、いやマジで好きないこいつ、やばい、めっちゃ遅ぶりやし苦手やわ。終われ、まだー。待って、ここで当てると負けないよ。やばい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 、あざー。こいつ嫌いかも。いや、ちょっとマジで私こいつのこと大嫌いやわ。なんか動きものすごい分かりづらいかも。で、間違えて、違う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 、あの粉気じじになって、そう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 、全然出えへんかった。で、コーチからのコーチ、コーチの、痛い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 、コーチの出番よ。危ない、コーチ避けて。ずっと俺のターンなんよな、マジでこいつすごいわ。あー、やばい、体力なくなる。あー、死んじゃった、コーチー。何もできずに死んでしまいました、コーチが今回。やべえ、よいしょ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 、見えへん、よいしょ。はい、うわー、俺のターンマジで長すぎてやばい。これも、いやー、うわ、俺のターンやで。えぐない、こいつマジで、めっちゃえぐいわ。いや、うわ、あー、いや、俺のターン長すぎな、お前。隙がすごい、全然ない。あ、おー、なになに、なんかする、なんかする、いったー。やば、こいつマジで火力高。あ、待って、使える。こいつ苦手やな、当たってないし。見えへん見えへん、地面を映すのやめて、痛い、いや、あー、こおい、はい、やお、いやー、こ、いけてるいけてる、殴れ殴れ殴れ、おっぱい、うわー、もうやばいな、こいつパワーもえぐいし素早さもあるし、永遠に俺のターン、全然こっちにターンくれへん。お戦法より弟の方が強いんやけど、普通に。あ、ミスった、お互いだったね。終わり終わり、おっしゃー。いや、こいつの動きマジで嫌いやったな。あー、かわいそうにな、弟も囚われてしもたんやな、劣等感にな。兄弟ってね、めちゃめちゃ仲いいとことめっちゃ仲悪いところあるからね、ほんとに。ずーっとこの下で人間食うて、虎視眈々と狙ってたんやろな、その、
甲府大王をやるときよな。でも誰も落ちてこんくなっちゃったよな。もう行きゃよかったのにな、こんだけ強いんやったら。多分倒せたと思うで、この強さやったら。知らんけどさ。ね、弟の虎のお話読んだんやけどな、なんかこいつはこいつなりに子供に情湧いてたっぽいわ。結局やっぱ子供の病気って、竜巻みたいな風のせい、竜巻自体を止めんとどうにもならへん病気やったんよね。子供のお父さんのお話にあったみたいに、不思議な瓢箪の水でね、子供のその病気を治してあげてたんやけど、その時にね、子供がすごい感謝してくれて、もうそれが気持ちよかったんやって。で、この弟の虎は、毎日必ずこの水一口飲みに来いよって言って、で、まあ毎日子供も通うやん。で、どんどん元気になって、村で遊べるようになって、ついには友達までできたって。で、水飲みに来るたびにね、虎神様って言って慕ってくるんやって、子供が。で、村で会ったお話をな、この弟の虎と一緒にすんねん。で、最初はこの弟虎も子供とお父さん警戒してたんやけど、一緒に過ごしていくうちに多分情が湧いてきたんやろうな。でもある日を境にね、子供がこんくなってしまって。まあ、こんくなった理由は、前にお話しした通りにね、ここに生贄捧げてるのがバレて、子供ボコボコにされて殺されて、で、お父さんは村人全員殺して旅立っていったっていう。お話があったんでね、それが起こってしまったんですよ。で、この虎はさ、お兄ちゃんと会わんためにずっとここにこもってたんやけど、あまりにもその親子がこんくなったから、ちょっと出てみよっかなって村見に行ったんよ。そしたら広がる、そういうもう地獄絵図よな。そこで村の端っこにね、粗末な棺桶があって、その子供の遺体が入ってるのを見つけてね、それを見てね、この虎がどうしたかというとね、その子供が入った棺を井戸の底へ持って行ってな、その棺の前でずーっと修練続けてたんやって、あの風を止めるために。だからこいつなりに努力はしてたんやなっていうのが、いやもうなんか、いやうっせえね。ここの上にも書いてんねんけどさ、父の敵鬱に至らず勢い失い井戸の底、その方向は山を越え菩薩ずらして助け船、何をするにも中途半端、志失い命も落とす。お父さんの敵も討ちたかったし、でも親子も助けちゃったんやけど、その方法が良くなくて、結局自分が大事にしたものを失って風を止めることもできひんっていう、そこまで悪いやつではなかったんかなって。本当にあの風を止めたくて、そのために人間を食わなあかんくってっていう。まあでもそこまで脳は回らんわな、人間じゃないから。人を生贄に出してたらどういうことになるかっていうところまでは頭が回らなくて、本当に全部が中途半端になってしまったんやなっていう。ただただ虚しくなるね、ここの土地のストーリーは本当に。あーんで、棺っていうのがこれか。この中からね、その出てきたんですよ、新しい瓢箪。このコロっていう、これゴキコロってやつ、これの水をあげてはったんやな、あの虎は。いや、私これ宝箱やと思ってたんやけどさ、中入ってる？あ、ごめんなさい、乗ってしまいました、すいません。あ、すいません、すいません、足癖悪くて、ほんとすいません。なんかいろいろ入ってんな、これ。あ、骨も入ってるわ。ちょっと見づらいかな。これ、中、骨入ってんの見える？子供サイズやな。いろいろ鏡とか、おもちゃっぽいのも入ってるね。結局、その、飲ましてた頃、この子にもあげたんやって。いやで、優しいんやけど、間違えてるんよな、やってることが。なんやろな、妖怪なりの優しさやったんやけど、ちょっとその妖怪と人間で違うところがあって、それに気づかれへんくって、結果、子供が死んでしまったっていう悲しい物語が紡がれてたんやけど。いやもうだから本当にやるせないな、もう。あのトラもだからめちゃめちゃ悪いやつじゃないんよね。うわ、もう。ほんま切ないわ、ここのストーリー。マジで。てか、いい加減、行けよっていう話なんですよね、巻き毛橋まで。これどうやって帰るんすか、僕。帰らせていただきたいんですけれども。あ、あるわ、ほこら。気づいてなかった。帰ろう。これで、でんでん太鼓のストーリーは終わりかな。あと一個ちょっとね、座禅の場所が見つけれてないんで、ちょっとそれを探しに行きたいと思います。うん。あ、
待って、あの千人のおっちゃんおるやん。これ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 、何してんの？おっちゃん、元気してた？三竹風转。また何言ってるか分からへん、本当に。死ぬっけからやめて。おっちゃん何してんの？ちょ、こっち見てや。サイが竜王？誰やそれ？玉帝怒ってんの？そうな、ごめんって言っといて。し、神竜。し、シェンロン？シェンロンって読むそれ？違うかな？新鮮かな？え、待って。四匹竜王おる感じ。あ、掘ってる。すごい。四の竜って書いてるよな。生死はすでに決まってる。旦那って私のことやんな。え、それ倒せって言ってる？それ聞いたな。脅し身を引かせてしまった。神仙又有何意？そうやから、怒らしてしもって、どっかに引っ込んでるって感じ？竜。ちょっと何言ってんか分からへんな、このおっちゃん。あ、待って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 、これ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 、気づいてなかった。あった、最後の座禅。よかった。めっちゃうろうろした。もう疲れた。いやー、マジで疲れたなー。今日は、トータルで3時間ぐらいね、裏作業してて、本当に2章やのに、ぐんとマップがすごい広くなったなーっていう感じで、いや、ごっつ疲れましたね。でも探索がね、やっぱアクション RPG は楽しいっていうところがあるんでね。いやー、これからも隅々まで探索していきますよ、僕は。おじいちゃん、じゃあバイバイ。でもおじいちゃんの話的に竜おりそうな感じするんよな。どっかに、あ、そういや、私あれや、ドア開けてさ、そのままあいつほったらかしてきてるや。あと、こっち側行ってないな。え、待って、こっち竜巻の方やけど行っていいんかな。ちょっと入るだけ入ってみようかな。え、でも大丈夫かな、これすごいね、これ。あ、待って、ムービー入っちゃった。よっしゃ。誰？善あればアクアリ、はい、そう。え、ちょっと待って、幸福体制やん。ちょっと待ってくださいよ、なんか持ってるし。いや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 、僕ね、あの、あれ、まだ脇毛橋ドア開けてないんですけど、この人ラスボスじゃないの、このショーの。やってもっていいんかな。てか僕のこと覚えてない。一緒に共闘したでっていうお話させてくれませんよね。いや、でも一回戦っても多分勝たれへんと思うから、多分な。いったー、強いよこいつ、マジで当たれへん。やばい、コーチだろうが関係ないな、これ。めっちゃ硬いわ、この人。あー、ほら、大車輪。もう一回、もう一回、ほら、プリウス。よっしゃ、オッケー。はー、開いた。多分さすがに一発では勝たれへんやろと思うよね。当たり、おっしゃ、当たった。ナイス、ありがとう、コナキジジ。コナキジジ、よろめかせられるからめっちゃ、あー、いやー、絶対強いぞこいつ。で、風の技やってきそうなんよな。やばそう、わからん。あ、外れた。え、うわわわわわわ、ちょ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 、待って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 、やばいやばい。ちょっと待って、うわお、ちょ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 、おい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 、そんな地味な攻撃するのやめてもらっていいですか。めっちゃ地味、あつか、あー、やめて今。よし、オッケー。え、待って、でもこれ倒してしもたらさ、終わらん、ここのショーって思うねんけど。ちょっと待って、まだ私マジで脇毛橋開けに行ってなくて。うわお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 、ちょっと待って、あ、そうや、自分の門にしてるって言ってたわ。うわわわわ、どえらいなこいつ、マジで見えへん、なんも。え、痛い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 、やめて。うわ、死んだやろこんなん。痛い痛い痛い、もう死んでます、僕そんなボコボコにされたら。ちょっと待って、強すぎ、マジでやべえなこいつ。当たれ、オッケー。いやいやいや、距離、ギャオー、うわー、めちゃくちゃやな、ほんま。痛い、俺のターン。うわわ、ちょっと待って待って、伸ばして、マジで一回伸ばしてください、すいませんでした。
あっぷな。もう一回飲みたいな。あっぷな。もう一回飲みたい。止める。はい、オッケー。あー、届いてない。最悪。いや、当たって。よあーおー。一回では無理な。なに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 。見え。あ、またこいつか。あっぷな。うわ、ずるこいつ。あ、全然当たらんねんけど。もう出しちゃうか。毛抜きます自分。あれ毛抜かれへんかった。あ、痛い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 。え、なんで攻撃当てられたから毛抜かれへんかったんやけど。損しただけやん。いった。いやいや、範囲でかすぎな。体でかいからしゃあないけど。あー、また消えたわこれ。いやー、うわ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 う、なんも見えへん、なんも見えへん。いやーおー、砂やん。あぶな。おっしゃ、オッケー。いやー、粉気じじいたまらんから。最悪。たまってほしいな。いや、低いんよなこいつ。引き際すごい上手やね。めっちゃうまいね戦い。あー、またやられた。これは無理かも。いやいやいや、痛い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 。てか、まだ僕脇毛橋行ってないのすごい気になってて。あ、待って、これ使う使う使う。どこ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 ですか。痛い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 。溜まってた。コーチナイス。いいよいいよコーチ。シクを欺き殺した。私何もしてないんやけど。わお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 、コーチでよかった。なんやこれ、砂系。あ、砂や、うざ。ちょっと待って、コーチの、あー、死んじゃう死んじゃう。あー、戻っちゃった。うわ、うわー、もう分からん。おいおい、あっかー。っていうか待ってよ、脇毛橋のとこじゃないのラスボス。え、マハラ、ちょっと僕脇毛橋今から行くね。ちょっと待ってよ、あそこで航空体制出てくるんやったら、ほならここには何がおんねんちゅう話やん。私絶対この奥に航空体制おるもんやと思っててさ、息絞ってたのにさ、関係ないってこと。ほならここ、マかよ。待ってよ、まだ探索1からやん。もう3時間探索してますけど、こっちとら。でも特に何もなさそうなんやけどな。ちょっと待って、あれ、これ脇毛橋んとこ屋根やんか、このもんな。で、こっからぐーって降りるやん。右見てください。はい、います、航空体制が。つながってただけってこと。まあ間違いではなかったね。脇毛橋開けたらボスではあった。はい、あったんすけど、先にね、砂が滝みたいになってたとこあるやん。あそこで出会ったボスを倒さんと、ちょっとこれいけないかなっていう感じがするんで、ちょっとそっちから行きますね。はい、こいつですね。こいつを倒してからじゃないと、ちょっと2章の終わりのボス倒すの気引けるんで、はい、こいつからちょっとやりたいと思います。頑張ります。ほら、戦いますかー。よいしょ。固める、ラフル、でよろめく、どん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 、はい、どんどん溜めていこうか。あ、いった。雷の力的なやつかな。で、コーチなった、なって、燃やしたいな。はい、燃えた。押してほしいよ。これ無理やろ。無理。あかん。こんなんどうすりゃいいのこれ。ずっと俺のターンやん。うわ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 。飲め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 。あっかー、やっば。飲んでなかった、終わってたんやけど。よいしょ。で、これも引っこ抜こう。毛を引っこ抜いて分身を作ります。お願いします、お願いして。いや、危ない危ない危ない。私に、私ばっかりやめて、私ばっかりやめ、死んだ。これはちょっと雷耐性
のお薬飲まんと多分きついと思うよね。持ってるはずやねん。これ、来死状態。これを、使用せえへん。危な。土生さんのとこ入れとこうか。右ね。オッケー。これを、使いましょう。はい。なったと思ったらすぐあれを飲むという。じゃないと多分無理やな、こいつ。あからさまにやばいもん。だって。で、今、こう、当たった当たった、当たった、当たった、当たったのは当たった。なるか、コーチ。よしよしよし、いいよ。大車輪ゴー。痛い痛い痛い、やばい、痛い痛い。どうやって避けんねん、どうやって避けんねん。おっちゃん待って、飲まない、やばい。よし、オッケー。で、雷鳴ってるから飲んどく。で、毛抜く。はい、お願いします。する。これぐらいせな、こいつ多分無理やわ。強すぎるもん、あまりにも。うわわわわ、ちょっとやめてやめて。何それ、何それ。これ使え、これ使え。よっしゃ、風のやつ持っててよかった。止めよ、みんな、いけいけいけ、みんな殴れ殴れ。そう、出て殴ったらなんとかなる。で、こう、ゴー。よし、めっちゃいいんじゃない、めっちゃいいんじゃない、これ勝ちてー。うわ、みんな消えた。いや、これ勝ちたいなー。カトカトカト、もう勝つしかないこれは。で、こうよ。いや、やばいやばい、やばい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 、伸びたい伸びたい伸びたい。これ、ここの上乗ってたらワンチャンいけんじゃない。いけるわ。これ、やめてくれへんかな。もう一発飲んでこう。もうやめろよ、お前、ほんま。いい加減にせえよ。調子こくなよ。よっしゃ。いや、組み立てが大事やな。わかった。てか、これって竜じゃね？違う？あの仙人のおじいちゃんが言ってた四つの竜ってこいつのことなんじゃない？違うかな？あー、もうレベルもうろうろでめちゃめちゃ上がってしまったな。もうすぐ50いくやん。ほら、竜玉や。あいつ竜やったんか。どう見ても竜じゃないんやけど。いやー、勝ててよかった。やり方の問題やな。いや、毛抜くの大事やな。もうむっさいっぱい手に入ったんやけど。いや、もうこの調子でちょっと、いっちゃうか、甲府大王。もうやめようかなと思ってたんやけど、しまみ。もう、4時間ぐらいしてるから、ちょっとそろそろやめだなと思ってたんやけど。いや、行っちゃおう。これは多分いけるわ。この調子やったら。